毎毎度お気に通知出すということで、ウマ娘やっていきたいと思います。はい、ちゅうわけで今回ですね、サポートガチャ、前回も、このガチャ来てから3回目になるんですが、北さんブラックが今2個、2枚かぶりかな。で、あと何枚やろ、2、3枚必要ということで、サポートを聞いていきたいと思います。早速で、天井があるから1枚は確定でもらえるという感じです。俺の初めての SSR 貫突を300に捧げる。メイクデビュー。なるほどなるほど。まああとね、ウォッカとかも持ってないし、あのね、欲しい SSR のカードめっちゃあるんすけど、まあ絶対ないと思うけど、早くバッて出たらちょっとキャラガチャ引いてもいいかなっていう感じなんですが、まあそれはないでしょう。うん、大竹ヘリウスはもう貫突。エアグルーブはいい、エアグルーブはいい。まあ10連目こんな感じと。じゃあ20連目いきたいと思います。そい、そこれなんすよね、サポートの厳しいとこ。北さんブラック、北さんブラックのキャラの方できたら絶対出るまで引く、絶対出るまで引く。彼、お、富士奇跡もまだかな。で俺の大好きな、何だっけ名前が、サイレンスズカがまだ持ってないんですよ僕。いや、まあ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 、今までがむしろ運良かったと思うんですよね、ここ最近引いたガチャ。これ、お、スイープ投手はもう多分まだ持ってない、持ってないで貫突してない。頼む。あーっ、メソワイこれつらい、これはお願いします。このさ、ここが虹じゃないとなかなかなんか変わらん気がする、個人的に。あれは確定かな。虹はドーベル、待ちかねタンホイザー、虹のドーベル、富士奇跡、栄養、やばい、サポートカードの闇をしつこり堪能しちゃってるよこれ。厳しいね。あんま嬉しい、嬉しい、これはマジで嬉しいんだけど、ヘイロー持ってる、ちょっと辛くない？頼む、彼、おね、持ってる、服着たる、めちゃくちゃ使えるけどもう持ってる。いきます、ゴー。いやもうこれはね、俺ここ最近本当にガチャも良かったから、みんなね低評価みたいな感じだったんですけど、これ高評価しても成田大臣。マンハッタンカフェ持ってないと思う、まだよう変わる。よっしゃ、北さんこれ、いや嬉しい、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 うん嬉しいよ、そりゃめ、あのすごい使えるから。北さんブラックがね欲しいんすよ、北さんブラックなんすよ狙いは。もう絞ってるんすよ北さんブラックに。マンハッタン、マヤのマンハッタン、
アグネスデジタルまだあれかな、やばい、多分100連なんですけど、合計が1枚、1枚っすか。100連で1枚は泣くよ、泣いちゃうよ俺、本当に。エイシンも、いやエイシンもいっとる。1枚やで皆さん、これとんでもないことが起きているということですよ。そりゃ鼻の穴も広がるわ。え、ラストやん。あ、ん、にして いや嬉しいよ、クリーク嬉しいんやけど、こんなピンポイントでクリーク引けるかねっていう。もう一回、これナッシングオブセカンド、ナッシングオブセカンド、あー天井来た、あんも引けない。なるほどなるほどなるほどね、と。え、あれ帰れた。あ、そんな中さっくりなんや。あ、そうです、すっごいさっくりよね。なんか出てくるとかじゃなかったっけ。はい、というわけで今回100連引いて、スーパークリーク2枚。いや嬉しいの、マイストロめっちゃいいし嬉しいんですけど、北さんブラックがこれで3枚目になりました。ちょっとねこのガチャを見て、サポートカードガチャというのがいかにねこう闇なのか皆さんに知ってもらえたかなと思います。この動画が良ければぜひ高評価高評価高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回のウマ娘の動画でお会いいたしましょう。つうわけで、別にたとえそこに見えない壁があって、僕ら